おはようございます。ディレクト申します。風の竜と恋人まみみわの戦士たちバージョン3やっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、まあちょっと軽く説明しますと、結構過去にこのゲームをやりまして、これはバージョン2までやったんですよ。はい、バージョン2に入ってからちょっとしてからこのバージョン3のアップデートが入りまして、それでちょっとね、この前日後日談あれ前日後日談なってんのこれそれでね、この前日後日談が入ったわけなんですけど、哀れなことにですね、2をクリアしたらね、僕はね、このゲームをどうやら消したそうで、ゴミ箱にポイしたそうでひどいなぁなので、再びダウンロードして、昨日のうちにちょっとね、済ませておきました。戻し作業しておきましたんで、このね、前日後日談まだやってませんので、こちらをやっていきたいと思います。こちらのゲームはかなりね、フリーゲームの中でもクオリティ高くて、BGM とかその手のものがほとんど自作でできてるゲームなんですよ。これってすごいことですよ。大体の RPG っていうのは、実況者にされる RPG っていうのはね、MV とかで作ったね、クソゲーとかがね、結構話題なんですけど、実況者さんたちには。いや、普通にこういうゲームも伸びてほしいけどね。さ、どんなんだろう。竜とのバカから始まるのかな。いや、マジで久しぶりだな。1年前くらいじゃない、やったの、このゲーム。何？壮大な BGM。あ、ティーストポヨだ。どういう物語になるんだろう。あ、竜都視点なんだね。ってことは、もし仮に戦闘があったら竜都視点ってことか。このゲームですね、ティリス視点と竜都視点とありまして、このティリスがこの今画面に映ってる子なんですけど、この視点と、今竜都のこの右下の、この男の視点があるんですけど、男の視点ってすごい言い方だな。この二人のね、視点でね、描かれていくんですよね。ティリス？明日から妙に上機嫌の相棒に声が起きた。相棒扱いなんだ。もう相棒なんだ。恋人ビバンの戦士たちだからって、相棒に仕上がった、いよいよ。旅の道綱が、彼女が鼻歌を歌うのは珍しくもないが、今日はいつ身を増して浮かれている。鬼の呼びかけによくぞ聞いてくれたと言わんばかりに、あどけない顔が華やいだ。ねえ、リュウト、今日は何の日かわかる？おや、この手の話ですか。この手の話来たよ。今日知らん今日知らん。もう、日付の感覚ないの？リアル的に言うと僕は日付の感覚ないっすね。リアル的に言ったら僕介護者からの失言の感覚ゼロですね。はい。曜日の感覚ないもん。あるわけないだろう。期限付きの依頼を受けた時の話は別だから。寝なしそうの旅ですよ。気にする必要はない。まあそうだよな。旅人って確かにさ、宿屋とか泊まってたらさ、日付の感覚ないよね。ティリスは毎晩日記をつけているから日付の感覚もしっかりあるの。ねえ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 、声見て、声枯れてきた。なんで声枯れてきたの。8の月、空の日だよ、覚えてね。何かおるのか。今日はね、私の16歳の誕生日なんだよ。出た出た、このね、このアプローチですよ。てか、人に言わせんだよ。なんで人に言わせてんの、誕生日を。16、成人したのか。そう、今日から大人の仲間入り。これで正式に冒険者登録できんね。あ、16は成人だっけ、女性って。冒険者登録は成人してからと決まりがある。未成年で冒険する場合は、準冒険者として仮登録し、成人の冒険者を相棒にすることが条件だ。リュウトは成人の相棒冒険者なんだね。平たく言えば保護者同伴ということだな。平たいな、言い方が。お、俺はお前の重りから解放されるというわけか。何それ、人を子供扱いして。実はそんなに年の差ないでしょ。そんな中で老けて見られるんだよ。老けて見られとる。あれ、リュウトそんな老けて見られる？一応、絵柄的にはそんな老けて見えるもんじゃないよ。あ、23歳ということになっている。あ、そう、情報では。が、こう見えても、実はまだ19、おーいそうだよね。12の時、一人で冒険して生きていくのに、4つ年を細かくしてねえ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 、よく通ったね。はははは。幸い、当時から老け、もとい、成人男性のための体格だったからが、年齢を疑わず生きてきた。なるほどね。いるいる、そういうの。ティースに聞かれるのは、自分の実年齢を忘れてきたぐらいだ。お子さん、必要なくなっても、リュウトのためにはついてくからね。一緒のお父さんの敵を倒すって約束でしょ。ああ、はいはい。ティリスの出会いは数ヶ月前。そうだね。これはもう過去の動画見てください。めんどくさいんで。僕のね、語彙で伝えられるわけがないので。はい。彼女の住まいは、ある魔族にさらわれたことが襲われた。さらわれてどうすんの。町ごとさらってったよねが。それ以来、なぜか俺のタイミング強引についてきた。もちろん最初はあの手この手を使って、彼女がついてくるのを意味嫌っていたのだが。ある日、ティリスの父親の仇である魔族は生存していると判明した。
彼女の町で俺が一度倒したはずの破壊八魔界の一人、やつは俺とティリスの人を呼んでいる。そのせいで俺は彼女と離れることができなくなった。敵の行方を探しながら彼女を守るために二人では余儀なくされているとプラス一匹余計なものをついてきてポヨポヨです、こちらポヨちゃんだ、ゆるキャラね。え、町に着いたら誕生日のお祝いしてくれる。はぁ、あら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 、この絵柄ですよ。あ、ぽよもいる、ちゃんと今回は。今回はぽよも、いい顔してんな。少し甘えた声で腕をスルリと俺ひじあたりに絡ませてきた。熱いからくっつくので柔らかいものに言うと思った、お前な。リュウトなら言ってくると思った。はい、こちらリュウトですね。過去の動画で言いますと、むっつりスケベでございます。むっつりスケベでございます。なんでそれ2回言った。リュウト2回、むっつりスケベなんでね、振りほどくことができないんですよね。はい。悲しい男の坂だ。男の坂は言い訳にするな、お前。一緒にケーキ食べるだけでいいかな。もよー、俺は甘いものは。あ、この表情変わるのいいよね。一枚なのに表情サムがあるのってよくない？あ、リュウトはコーヒーでもいいよ。誕生祝いか。それが目当てで朝から上勤やったわけか。人として暮らしていたら当たり前の風習なのだろう。まあ、ティースはどっちかといえば人として暮らしてる方だからね。ずっと一人で生きてきた俺には、誰かの誕生日を祝ったり祝われたりの縁がなく、そんな風習があることもすっかり忘れていた。彼女というと、一人きりでは思考しない。己の人としての部分を思い出す。ハンマー族だからね、言うとあくまで。うわぁ、言ったわ。同時に、人とは決して相入れない。己の魔の血を嫌が王にも意識する。ねえ、言うと、ダメ？ダメと言われたら無理でしょ。もう、俺と共にいる間、普通の人間らしい暮らしはできない。それで今日ぐらい人間の不自由に付き合ってやるか。あー、わかったわかった。じゃあ成人祝いに。今夜は、俺が大人のやることを教えてやる。もう何？ちょっと？ティリス顔がフュッてなってるよ。そのせいで。ほんのいたずら心でわざと服を持たせると、彼女の白い方が売れた価値するつる染まっていく。あのさ、そのさ、官能小説みたいな書き方やめない？相変わらず面白い反応だな。ぽよ見ろよ、この顔。ぽよなんてもう真顔だぞ。何それ、どういう。夜になってからお楽しみに。おや！皆さん、この実況ね、実はですね、15禁なんで、皆さんちょっと15歳未満の方はちょっとね、戻ろうしてもらっていいですか？ぽよ。これは R15 ですからね、このゲーム。というか、大人のやることって？あら。何？普通に、酒場になってるけど、パッと。あ、髪を下ろしたんだ！あ、なんだ、お酒の方か。さすがにな。さすがに言うとそんな本人に向かって言うことじゃないが。髪を下ろしてんだね。なんだと思ったんだ。それ思うでしょ。僕だって、おやって言っちゃったじゃない。ちょっと二人とも、ちょっと服の感じが、なんか見た目の感じが変わってんね。言うと服違うし。別に、うまいか？酒飲んだんだ。でも、あ、そっか。まあ、冒険者の世界線だったらね、未成年でも飲酒は結構ありますから。大人気のテイルズ・オブ・ファンタジアでもね、未成年飲酒は普通にありましたからね。RPG の世界と現実世界は違うからね。お前が飲めそうなら嫌だからな。僕酒ダメだわ。僕酒は一瞬でダメだわ。ね、一本すらまともにも飲めねえし、生放送では酒倒して大惨事になったしね。リュートンはどんな味？俺のやめとけ。なんで？アルコール、お前の10倍だぞ。10倍？すげえことやってるぞ、多分。0.2% とかで割ったらいいけどさ、0.2% の10倍やったら大丈夫やけどね。全然酔わないの？すごい。何？階層入った。なあ。ん？あ、少年時代。すげえ、少年時代の作画。師匠が時々飲んでるやつなんだ？おー、酒か。酒はうまいぞ。まあ、お前にはまだ早いがな。それ飲んでる時の師匠は少し楽しそうだな。そう見えるか？うん。そうかもしれんな。言うと、ほんの一時、陰鬱な気持ちを忘れられる。陰鬱？嫌なことって言うべきか。嫌なこと。俺も飲みたい。そうか。成人したら飲ませてやる。今飲みたい。わかる。子供の時ってさ、親の飲んでる酒が気になるよね。俺飲んでも、ね、
飲んだこと実はあるんだよな、でも。でもね、まあ飲んだことって言ってもほとんどちょっともらっただけなんだよね。全然だったよ。すーごかったよ。言うと、酒はな、あそこで、え?シラフじゃなくなくなった、大人が飲むのだ。泣けない大人か。ずいぶん古い記憶だ。まだ俺が一人旅になる前の。そうだね、師匠がいたってことなのもんね。物の上に吹けていると、左肩が不意に重くなった。ほんのに伝わる柔らかなぬくもり。ですよね。基本的にティリスはさ、何、リュートのそばですぐ寝るよね。大丈夫なの?こいつは。酔いつぶれたティリスを横抱きにして抱えながら、宿の廊下でため息をついた。酒場から小まに運ぶのはさすがに骨が折れる。まあ、人間一人ですからね。あ、いい!一枚家。弱そうだと思ったが、一杯で寝ると。ん?あれ?リュウト、私。暴れるな、酔っ払い。ごめんね、酔いつぶれちゃったんだ、私。一人では飲むなよ。もう先進したとは言っても、彼女を保護者よろしく釘を刺した。てか、初めの酒は絶対そうなるって。冒険者の酒らは、柄の役悪い輩ばかりが集まる。確かに。酒に弱い女が一人ではどうなのか、想像に難くない。まあ、確かにね。普通のジャジャウマな彼女ならば、ブライカムの漁師の返り討ち。うん、だろうね。強いからね。飲まないよ。一人でなんか。今日は、竜女と一緒だったから、竜と一人つもりだろうね。一人で、寂しそうだったから。そう、たどたどしい路列でつぶやきながら、彼女を再び安らかな窓に身を委ねた。なんでお前は変に差しといいというか、男心にはすこぶる鈍いくせに。確かに一人の酒は味気なかった。いくら飲んでも酔えないし、ほんの一瞬さえ嫌なことを忘れるのはできなかった。慣れればそうだよな。孤独を消せなかった。だけど、ああ、今まで一枚はバーって出た。君といるときは一番孤独を忘れられたよ。あ、ポヨいる!置いてきたの?ポヨいるやんか。真顔でこっち見てんじゃねえか。ごめんな。今日はお前の誕生日なのに。寝台の枕元に持ち込られた桃色背中が眠っている。眠ってんのかこれ。真顔だぞ、パッと見。お前には酒よりケーキの方が良かったな。あー、またまたこんな一枚絵よ。あ、ちょっと待って。おやすみ、ティリス。あ、電気消した。自分の袖、キビスを返すとき、それにクイッと何かが引っかかった。え、言うと行かないで。お前起きて。え、振り向きざまに、細い腕が首に絡みつく。身元に熱い吐息がかかった。お前が言うんかい。大人のやること教えてくれるって言ったよね。お前が言うんかい。え、瞬間痺れるような感覚が切除を走るぐらい。おやおやじゃねえんだよな俺も。いちいち僕もいちいちおやとか言うのやめてくれる。甘い酒の香りを媚薬のようにしてたらわずか懇願する乙女。この誘惑を断ち切る男がいるわけない。あら、本当にやるんですか。ええー、俺はためらいも理性も全て吹き飛ばして白い施設に流れ込んだ。やばい、観音小説もびっくりだわ、その文章は。リュウト、吐息待ちの切なげな声が俺の名前を呼ぶ。どうしてこうなったの、自分でもわからない。おー。本当にやるな。嘘でしょ。今までのさ、展開でここまでのシーンなかったよ。いよいよやりやがったな。気づいたら夢中で肌と肌を重ねていた。もう観音小説読んでるみたいな気分になり始めた。俺本当に読んだことないけど。ティス、俺は本当は、君を。でしょうな。なんか起きたよ。後頭部と背中に軽い衝撃を受けて目を見開いた。ドカーンって言ったぞ。そのまま行くわけねえわな。片方だけの目に、朝日のまずさを容赦なく貫いていく。ああ。
寝台から床にダイブした上半身を起こしながら、俺は己の状況を把握する。どこから夢だ？どこから、脱いでるんだよな、でも脱いでんのか。昨日はテリスの誕生日で、酒場で釣りをやって、ゆうつれて手帳で運んで、それから俺もすぐ自分の部屋で寝たはずだ。寝てないんだよ。なんという夢を。嘘でしょ？寝たの？寝てたの？なんかどこまでが夢、どこから夢だった？俺にもわかんなかったわ。目覚める前にジョージを、俺は周知に見る前だ。酒には言われて豪華してよ。昨日、昨夜俺すぐに悪酔いしてたよな。悪酔いのレベル超えてんだよ。それはもう。というか、どうせ夢なら、そうだよ、夢なら最後は見せて、あ、最後はやったじゃん、目覚めろよ。羞恥心が誰に向けてるかわからない怒りに変わる。ポカッじゃないんだよ。悲しい方がね、俺も編集じゃないから、ね、今のポカは。あ、袋ある。おはよう、リュウト。ね、さっきすごい音がしたけど。あ、なんでもない。ベッドから落ちたの大丈夫？なんだ、触るな。寝台からずよした信号を見て殺殺したのだろう。怪我でもしてないかと心配する彼女という罪は冷たくはないのけてしまった。なんかこういった彼女はいつものことという感じで気にしたよくすまなく笑いかける。珍しいね、リュウトがベッドの落ちるなんて。そんなに激しい夢に、激しすぎたのよ。激しい、もう激しい夢だったよ。いや、激しくはしてないはず。なんだこの会話。リュウト？んー、ギルド行くぞ。え、リュウト？先に朝ごはん。あ、待って、少し火が高くなり始めた頃、俺たちが原爆の、あ、そういうことなんだ。原爆の森、これですね、このゲームの初めに訪れる場所なんですよ。初めに冒険を始めるから始めるとここに着くんですよね。ってことは前日なんだ、これは完全に。原爆の森といわれる怪しげな場所が周囲に見えていた。そうだ。で、これでいろいろあってっていうやつですね。まあ簡単に言うと、まあこの、原爆の森ともう一つなんかね、変なね、タコみてえなやつがいるんだけど、タコみてえなやつ。あの原爆の森の主とタコみてえなやつを倒すとこれが見れるんですけど、タコみてえなやつって作者に失礼だろ。まあそういう予約付きの場所はだいたい厄介なものが作っていて、その中で魔物が釣ってる魔族がいる。でもこれは倒したからさすがに戦闘ないと思うけどね。魔物が絡んでいる可能性が高い依頼は全て C ランク以上の冒険さなきゃ上を得ない。急にシステム出てきたな。ティエスは昨日ようやく成人の冒険者として正規登録したばかりで、本来なら一番下の E ランクから始まるはずだ。あー、なるほどね。まあ、リュートがあれだもんね。長い冒険してるもんね。俺との冒険の実現を加味されて、異例の飛び級で C ギャルからの出発だ。だいぶ飛ばしたな。2段階ぐらい飛ばしたのか。今まで魔族が絡んでいないような案件でも、偶然に魔族と遭遇したことはあった。しかし、今後は確実に魔族と関連の深い依頼を受けることができる。ジオンの仇を探すために。ねえ、リュウト。私何か悪いことした？あ、こっからあれに発音なの、でも。は？あ！そっか。原爆の森にはポヨがいないんだ。まずは。で、タコみたいな人と戦うときにポヨが出てくるんだ。あれ、逆に裏で戻すとき、あんなに苦戦すると思わなかったけど。裏で戻したときの方が苦戦したぞ。朝からポヨちゃんが私の荷物に潜って出てこないんだよね。何の関係があるんだ？リュウトが機嫌悪いと転がって寝ちゃうの。街を出ても姿を見せないと思ったら、そういう先生かな、あのスライム。それにリュウトずっと目を合わせてくれないから、ああそうだね、気まずいからだね。それは普段と変わらず接しているつもりでも、彼女は俺の小さな陛下に目ざとい。本当に肝心な男子には鈍いくせに。いや、そもそも気づかれぬを振る舞っているから鈍くて当たり前なのだが、気のせいだ。あのね、裏で出さないでくれる。卑猥な夢ですね、妙夜空の墓参り。卑猥な夢のせいで、その卑猥が強すぎたんだな。ほんと？昨夜酔っ払って私何も覚えてなくて。しつこい！何もないならそんなに怒る。やっぱりなんかしちゃったんだ。お前がくだらん話をするからだ。くだらなくはないでしょ？嫌なことがはっきり言ってよ。リュウトは一人で食べ込んじゃうから。それがくだらんと言ってる。でもリュウト怒ってる。どうして？不満はちゃんと言ってくれなきゃ謝れない。言えるか、バカ。言えるわけないわな。
そもそもティリウスは何もしていない。謝る余地は何もない。それはどうしてこうなったのか。あ、お前が俺の旅についてくんのが不満だ。だからここで繋がんのか。まずった。そう思った時は遅かった。リュウタの負けー、久しぶりに言ったわ、このリュウタの負けー久しぶりに言った。で、ここに繋がんのね。これさ、あの、リュウタのバカーからは、リュウタのバカーっていうところからは本編をね、見てください。よし。で、後日談かな、これは。ちょっと待って、セーブしよう。その日の夕方、俺たちはなんとか無事に魔族討伐を終えて近くの町まで戻ってきた。そうだね。あの、結局二つ倒したもんね。食べないのか？食べるよ。ちなみにですね、もうこの間に、もうティリスとリュウと仲直りしてます。はい。ティリスは先ほどそこの菓子屋で俺が買ってやったカップケーキを包装するように抱えている。今朝の喧嘩の詫びと、改めて一日遅くの誕生日祝いだ。ケーキの方が良かったもんね。しかしケーキの隅を開ける気配が一向にない。食べてなくなっちゃうのがもったいなくて。腐らせるがもったいない。食え。腐る前に食べるよ。食べるけど、形に残んないかな。つまり、形に残るものが良かったと。なら、初めからそう言え。最初にケーキを食べるだけでいいと言っていて、なぜ女どもが後で注文してくるのか。めんどくさいな。俺はあんまり経験したことないからわかんねえ。プレゼントは嬉しいよ、すっごく。本当に嬉しいから名残惜しくて。形に残したらこれいつ壊れるかわかんないしないのに。壊れた後の残骸の無駄しな感じのものはない。そういう思考に至る。初めから壊れること考えるのは大会めんどくさいか。こんな面倒なことの贈り物だぞ。残してもいびつの思いしかならないだろう。それなりになぜ君は欲しがるのか。はぁ、あ。リュウト？いいからさっさと食え。うん。来年は。え？形が残るものにしてやる。あれ？風、なんか BGM が壮大に。うん。来年は、いや、そんな先まで共にいられるだろうか。もしもいられたとして、それはジオンの仇をまだ見つけてないことになる。一刻も早く奴を倒して、彼女を人として心安らかに暮らせるふるさとへ返していられればならないのに、そこに俺は、いられない。孤独な旅路がついの隅から俺のそばに、君をずっと置くことは決してできないように。君の生きる世界に俺は。リュウト、ありがとう。ん？あ！いい一枚だ、やっぱり。大好き。あー、はいはい。もしも一年先も彼女が俺に愛想を尽かさず共にいられたなら、俺も己の運命と戦う覚悟を持てるだろうか。孤独な俺の世界をほんの少し変えてくれた愛おしい君のために。一年後、この約束の形が永遠を誓う証になることを、二人はまだ知らない。あー、エンド20分ぐらいだったな。20分ぐらいだったか。これなら、これなら裏作業で2時間も下ろさなくてよかった。あー、普通になんかもういつものサービスの漫画が来た。見てください、これの音楽自然とシステム、絵柄は全部この自作なんですよね。すごいっすよ、これ。アニメーションのやり方とかはまあ確かに違ってくんのか。すごいよね、これ。この漫画、空色幻想曲だったっけな、確か。いやーい、エンド曲いつの日か、すごいわ。いやー、あのね、今度からちょっとね、怖いんで、本当にデータ消さないことにします。いや、感想がひどいんだよな、その、プレイした感想、これひどくない？やったー。いやー、やっぱいいわー。なんか急に久しぶりにフリーゲームやりたくなったから、読み物になっちゃったね、単純に。楽でいいわ。宣伝みたいなの入ったよ。風のルート第1巻、風の旋律、
ラブとバトルが交差する剣と魔法のファンタジー冒険記、ユートとリセテル無料読み漫画劇画漫画放送で連載中よし読み切ったわあ、おまけにね、おまけに解放されんのね。はい、漫画を読む、すげえな、選択肢に漫画を読むが来るんだもん、びっくりするわ。はい、というわけで無事 3.0 の前日後日談読みました。やっぱいいわ。いやーもうまるで官能小説を読んでるからな。途中気分になってたんだけど。いやでも遅く、もうね、作者さんにはね、実は3月以下されたから、これ結構期間経ってるんですよ。で、すげえ今更感漂ってるんですけど、もうね、今更で申し訳ないという気持ちもあります。はい。もうだって1年前だよ、俺チャンネル登録者数何人、そこ。いつの話だよっていう話だからね。はい、というわけでね、風の上とコミュニティの選手たち、一応ね、今日だけの部分でわからない方もいらっしゃると思うんでね、ぜひ再生リストからよ、ね、他の話も読んでいただけたらと思います。はい、では今回はこれぐらいで失礼したいと思います。お疲れ様でした。